回は超お手軽、初心者から上級者の投げ方へ最多投稿だ。タイトル通りちょっと投げ方に気を使うだけで初心者の方でも簡単にプロっぽく投げれるっていう、そういったチュートリアルです。横に投げる技っていうのは、ブレイクアウェイとかサイドスローとかサイドスローアランダズワールドスリーパーとかトラピーズとか、もう最初から基本の技の中でめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、そういった技のやり方を最初に覚えるポイントとその後綺麗にやるポイントっていうのは必ずしも一緒じゃないんですよね。要するに最初教えるポイントっていうのは、慣れないうちはこうやった方が確率だよっていうポイントを教えてるわけです。でも例えばトラピーズがもう10回中9回乗りますよっていう人は、今から教えるポイントを踏まえてやってもらった方が、簡単に言うとプロっぽく上級者っぽく投げれるようになります。結構ね、自分で鏡を見ながらですとかカメラに撮りながらやったりすると違いが一目瞭然になるはずです。最初は恐る恐るこうやって丁寧にやっていたっていうものを、次はこうやってできる人向けにステップアップしていこうと、そういうわけですね。で、今回は新サイドスロー講座なんですけど、投げ出し、投げてる途中、投げ終わり、これを全部分かりやすく比較するためにトラピーズでやっていきます。で、さっきちらっと言った通り、この解説っていうのは10回中9回はまあ乗せれるかなっていう人を対象にしています。そこまでできている人にとってはすごく簡単なコツを3つ紹介します。本当に見た目の印象かなり変わるんで、ぜひやってみてください。では行きましょう。すいません、さっき3つって言ったんですけど4つに増えました。最初にその増えた1つを言っておきます。両足の位置なんですけど、肩幅ぐらいの位置に足の位置とどめておいてください。ここからね、大胆に広げすぎたりとか、大胆に前後に行ったりとかするとかなりやりにくいと思います。肩幅以上に広げすぎちゃうと、投げた時に上からこうやってね屈伸しちゃって、そうするとこれがね、なんかそのガニ股っぽく見えてあんまりかっこよくないので、これはやめておきましょう。必ず肩幅ぐらいに最初は収めてください。それでは2つ目は、投げる時にストリングを人差し指にかけます。よく見ててくださいね、こっちの手です。今見えましたかね。近くでもう一回やってみます。こんな感じで人差し指にストリングかかってるでしょ。こうやって投げる瞬間に人差し指にストリングをかける。こうすることによって、まず要領に遠心力を使ってしっかりと力が伝わりやすい。それと同時に使わない指をほぼ自動的に閉じることができるんですね。サイドスローに限らず、要領の技っていうのは使わない指は閉じていた方が綺麗なんです。これは公平チャレンジでもぜひ見てほしいんですけど、手がね余計に開いてたりすると技っていうのは全部汚くなります。いうことで、投げ出しの瞬間は必ず人差し指にストリングをかけましょう。1つ目は、利き手と反対の足に向かって投げる。右利きなら左足の先に向かってヨーヨーを投げるようなイメージですね。一回やってみます。何がいいのかっていうと、ヨーヨーにおいてこうやってわっと円が膨らんだ、ヨーヨーが外にわっと膨らんだ軌道っていうのをコントロールするのは難しいんですね。できるだけ最短距離でヨーヨーを動かしてあげる、これがすごいポイントになります。で、その最短距離の第一歩になるのが、まず利き手と反対の足の先に向かって投げる、これがすごく重要なんです。もう最後はもう地面とほぼ水平みたいな軌道にだんだんなっていくんですけど、これはもう正直好みですね。この土水平とかまで行くと、ここの方が投げやすいっていう人と、ここまで行くと逆に窮屈っていう人に結構分かれるので、まずは足の先に向かって投げる、これを大事に練習してください。最後3つ目のポイントは、ヨーヨーを投げた瞬間は見ない。やってみますよ。こんだけです。ブレイクアウェイ、サイドスロー、サイドスロー、アラウンドザワールド、スリーパー、トラピーズ、全部やるときにヨーヨーをしっかり見なさいって言われてきましたよね。でもヨーヨーが今乗るようになったあなたは、おそらくヨーヨーをちょっとぐらい見なくても平気なはずです。ただもちろんよそ見はダメです。じゃあどうするのかというと、さっき利き手と反対の足の先にヨーヨーを投げるって言いましたよね。そこを見てみましょう。するとヨーヨーがすぐ視界の中に入るはずです。そしてヨーヨーがここで自然と視界に入ったら、そのままヨーヨーを乗せたりキャッチしたり紐を使うまでヨーヨーをちゃんと見るようにしましょう。この4つのポイントを重視することによって、
こんな風にかなり滑らかでプロっぽい投げ方のサイドスロー、トラピーズができるんじゃないかなと思います。なんか僕がすごくサイドスローに自信があるみたいな喋り方になってるんですけど、ヨーヨーの技の綺麗さって人によって指標が全然バラバラなので、ただこうやっておけばさすがに綺麗にはなるだろうという投げ方になっています。さすがに汚くなることはないはず。ある程度の慣れは必要なので、あ、できそうって思った方は早めに日頃から取り組んでみてください。というわけで、この講座がためになったという方はぜひチャンネル登録、コメント、そしてグッドボタンよろしくお願いします。皆様からのコメントや高評価がマジで動画作りの励みになっているので、ご協力よろしくお願いします。そしてぜひ基本からのステップアップにはクラウンをよろしくお願いします。ストリングトリック用のステップアップを受けて一番おすすめのモデルです。そして僕のモデルです。概要欄でリンク貼っておきますので、ぜひ後でよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。